ここ来たことある？ない。いや、俺も全然ないからわかんないんだけど。そうだね。あ、御朱印あるね。よかったです。よかったです。いってらっしゃい。ちょっと久しぶりに太宰府の後に、入れてもらいました。横浜総鎮守伊勢山皇太鎮が10月10日、昔の太古の日だね。呼び水神社住吉大社と、ということで獄長、久しぶりに獄長してもらいました。ご神木、へえ、すごいね。神が2つついてるね。大神は狼神社、すごいね。へえ、何分霊、へえ、今分霊してんの。お、すごい場所にあるんだね。いや、全然知らなかった。こんな近い場所に。なかなか 見れないあれだね。そうだね。確かに。ランドマーク。ランドマーク。ランドマークって。あるんだね。成田さん、横浜の野毛不動産、うん、なるほど。成田さん、ここでもよくよくいいんじゃん。これあれだよね、図書館のとこじゃない？ああ、そうかね。こっちが図書館か。はあ。で、野毛の町になるわけね。なるほど。面白い。こういうとこに隠れ家があるのかもね。そうね。全く行ったことないけど。あ、前行ったか。腰屋さん？あ、じゃあ行ってみる？どっちが？あ、行ってみる？あ、あそこね、なんちゃか商店？なんとか商店の方はね、お肉屋さん。うん。もう俺前買ったよ。ほんと。うん。